ミュンヘン工科大学、ミュンヘン工科大学、ミュンヘン工科大学、略称、タムは、ドイツのミュンヘンにある大学の一つ。1868年、バイエルン・オール・トビヒ2世により創立され、1877年に、王立ミュンヘン高等技術学校と改称、変遷を経て1970年より、現行名称となる。ノーベル賞受賞者を17人輩出しており、 ドイツではエリート大学として有名である。政府による研究予算を重点配分する政策の指定大学になっており、研究予算が重点配分されている。学術研究費の国庫補助は国内第3位。2009年の定位によるランキングではドイツ国内トップとなっている。2010年のドイツ国内ランキング2位、タイムズによる2010年の世界ランキングは101位だった。 2002年には付属のビジネススクールを設立し、英語のみでビジネス系の学位を取得するプログラムも多数用意されている。2011年のドイツ大学教育研究所による経営学ランキングで学習状況、自由な学習の可能性、国際性、研究費用の4部門においてドイツ国内トップにランク付けされた。ドイツ語圏では、デイウミュン圏、または トゥムと呼ばれている。ミュンヘン工科大学が要する学部は以下の通り。キャンパスは3つあり、机上で勉強する講義の場合は、ミュンヘン市内のキャンパスで講義が行われるが、大きな機械や装置や土地が必要な授業の場合は、ガーヒングやバイエンシュテファンで行われる。大学1、2年生やビジネススクールの学生は、ミュンヘン市内で講義があり、電気や 機械や建築など技術的な学科の高学年の授業や実験は郊外のキャンパスで行われる傾向がある。ミュンヘン工科大学附属ビジネススクールでは MBA、エンは消費者経営学科、環境経営学科などのビジネス系の学科を用している。学士を取得するための授業はドイツ語で行われるが、修士以上の学位には英語で授業と試験を行う学科が多い。 修士論文や博士論文の言語も英語に指定されている。1セメスターあたり、学費500ユーロと手数料42ユーロで、合計542ユーロ。年間で1084ユーロ。ただし、ビジネススクールの MBA プログラムは28000ユーロ、エンバは32000ユーロ。MBA、エンバ以外の学科は、ビジネススクールであっても他の学科と同じく1。 セメスターで542ユーロ。2013年10月からは学費徴収制度が廃止され、無料になることが決定した。セメスター末に試験が行われる。再試験は無料だが落ちると除名となる。試験の結果によっては実質的な退学に追い込まれ、学生では亡くなる人もいるため学生証はセメスターごとに付加する。予定通りに卒業できる学生の数は、 入学時の約30%程度。約50%は再試験を繰り返して予定より長く時間がかかって大学を卒業するか、またはインターンシップのために休学して卒業時期が遅れ者もいる。残りの20%は試験に合格できずに退学。退学後は他の大学に願書を出して大学生活をやり直す学生が多い。 不景気の影響により、企業側が実社会経験者を求める傾向にあり、在学中にインターンの経験がないと就職が難しい状況にある。このため一図的に休学をして、インターン経験を積む学生も多い。学費が安いため、親側も半年や一年の休学をして、インターンを推奨する過程が多い。少子化対策として、ミュンヘン工科大学は、 ミュンヘン大学と共有の幼稚園を保有している。在学中に子供が生まれた学生は学費を無料とし、大学幼稚園も無料になる。近年ドイツでは結婚制度が見直されているため、婚姻関係がないカップル間に生まれた子供を認知した学生も同じく学費が免除となり、大学幼稚園が無料になる。学生証には電子マネー機能がついており、 学生食堂や大学が運営するショップで買い物ができる。この機能はミュンヘン大学と共有しており、2つの大学の学生はどちらの大学内の学食や書でも買い物ができる仕組みになっている。一次試験として以下の書類審査がある。試験の一発勝負ではなく過去数年にわたる平均成績によって合否判定される。二次試験では 面接が行われる。ユニークで将来の展望のしっかりしたものが選ばれる。学部の場合は高校の成績を大学院の場合は高校から大学までの成績を提出する。合格には上位10%であることが望ましい。ドイツ語で授業が行われる学科の場合はダフまたは d s h のスコアを提出する。英語の授業の場合は TOFL などのスコアを提出する。 合格には上位10%であることが望ましい。学科により志望動機の提出も要求される。その学科で何を学び、将来どうなりたいかについての志望動機を文書で提出する。この文書は審査委員会によって点数が付けられ、割と上位であることが望ましい。自分の言葉で書くことが基本で、他人の文書のコピーや引用が発見された場合は、たとえ学用や、 語学の成績が良くてもその時点で不合格となる。何を学び、将来どうなりたいかについて30から60分の面接が行われる。面接官は教授だけではなく、在学中の学生や大学院生で構成され、面接に点数が付けられる。後日、面接官より結果の点数が知らされる。ユニークなアイデアを持った学生や、 同じ学科や研究室で一緒に学びたいと共感を持てる学生や大学の将来や名誉に有望だと思う学生が高い点をもらう傾向にある。一時で提出した語学の成績が良くても面接官と対等にディベートできない場合は面接結果に点数がつけられないまま落とされる場合もある。面接を行わない学科もある。バイエンシュテファンのキャンパス内2千四十年に手蔵を開始した。 世界最古のビール工場がある。この地にはもともとバイエンシュティファン修道院があり、修道院が運営する酒造工場があったが、1803年にバイエルン州が工場を買い取ったため、1868年に大学が創立された時にキャンパスとなった。食品科学学部、環境学部、農学部がビール酒造を通して研究を行っている。大学は、 研究を行うだけで販売はしていない。販売などのビジネスは、バイエルン州が保有している会社となっており、ワイアンステファンという、ブランド名でビール、白ビール、黒ビールなど14種のビールを製造販売している。ドイツ全土で購入可能。バイエンステファンは、もちろん、ミュンヘンとガーヒングのキャンパス内のショップでも割安で、ビールが入りでき、ドイツの法律では、 ビールは16歳以上から飲酒可能なので、学生証の電子マネーで購入すれば、身分証明書を求められることはない。農学部と落農学部が研究を行ってきた乳製品の分野が、バイエルン州が所有する会社として独立し、モールカー・ワイアン・ステファンという署名で1967年に営業を開始した。その後2000年にミューラーグループに買収され、 完全な民間企業となりキャンパス外へ引っ越しもしたため現在は大学との共同研究はない牛乳、バター、ヨーグルトなど45種類の乳製品を製造販売しており牛乳は毎年220リットル売れているドイツ全土に加えオーストリアでも購入可能大学とは関係なくなったためキャンパス内での販売はない図書館はミュンヘンキャンパス ガーヒンクキャンパス、バエンシテファンキャンパスに、それぞれ一つずつ存在する。図書の貸し出しは4週間で、延滞した場合は30ユーロの罰金を請求される。どの図書館も、無線 LAN、大型自習室、個人自習室、ロッカーがある。個人自習室は1ヶ月単位で無料で借りることができるが、敷金105ユーロが必要である。使用後、自習室内の設備に、 何の問題もない場合は、資金は全額返金される。近年では、紙の本ではなく電子ファイルとして出版される書物も増えているため、インターネットネット上の図書館もある。大学は、有料の学会誌や論文などとも契約しており、学生 ID とパスワードを入力すればこれらを無料で閲覧、またはダウンロードが可能である。ドイツ博物館の中にも、 大学図書館がある。ミュンヘン工科大学で学んだ、または研究をした17名の研究者がノーベル賞を受賞している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。